YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。徹底調査、ヤクルト山田哲人とは？その旧歴成績、今や6冠を狙える位置にいるプロ野球ヤクルトスワローズの山田哲人。前人未到のプロ野球6冠とは、トリプルスリーと言われる3割30本塁打30盗塁、最多安打、最高出塁率、三冠王と言われる打率、本塁打、打点のこと。これに最も近い男と脚光を浴びている。8月22日には、前日の21日の最終打席も含めて、4打数連続本塁打を放ち、ファンの度肝を抜いた。これはプロ野球史上19人目の日本タイ記録となった。山田は1992年7月16日兵庫県豊岡市生まれの23歳。身長は180センチメートル、体重は76キログラム。2010年のドラフト外れの外れの1位。星座は蟹座。小学校2年生で地元宝塚リトルリーグで野球を始め、守備は外野手。御殿山中学校ではリトルリーグのヤングリーグ兵庫伊丹に入り、守備は内野手。履正社高校では1年夏からベンチ入り、2年夏は二塁手でレギュラー、2年秋からショートのレギュラー、3年春には打率4割3分5厘でチームに貢献し、大阪大会優勝、近畿大会準優勝。第92回全国高等学校野球選手権大会では1回戦の天理戦で本塁への盗塁に成功、履正社高校の夏初勝利に貢献。聖光学院戦ではホームランを記録したがチームは敗れた。2010年のドラフト会議でヤクルトは1位入札の斎藤佑樹、日本ハムをくじで外し、外れ1位の塩見、楽天もまた外し、次の山田をオリックスと競合し、その3回目となるくじでようやく引き当てた。プロ1年目は2軍で打率2割5分9厘5本塁打で1軍昇格はなかった。しかしクライマックスシリーズ CS ファイナルステージ第2戦対中日ドラゴンズに1番で遊撃手として先発出場した。4打数無安打、高卒の新人野手の先発はプロ野球史上初。第4戦では2塁打で初安打、さらに初打点も記録。プロ2年目は4月5日に公式戦初出場、代打で初打席初安打。8月10日にジャイアンツの内海哲也投手から初本塁打を放った。プロ3年目は肩が弱く、送球が悪いことから守備位置をショートからセカンドにコンバートされた。打率は2割8分3厘と非凡なものを見せた。10月6日には広島の前田健太投手からプロ初の満塁ホームランを打った。プロ4年目の2014年には杉村茂打撃コーチとのマンツーマンの練習で打撃開眼。プロ野球史上初の6ヶ月連続初回先頭打者本塁打を記録。監督推薦でオールスターゲームに選出。第2戦で本塁打を含む2安打の活躍で関東選手賞を受賞。8月にはリーグトップの41安打を打ち、自身初の月間 MVP を受賞。この年1950年に阪神の藤村文雄の持つ日本人右打者のシーズン通算191安打記録を塗り替えた。最終的に最多安打193安打を記録。今季の年俸は推定8000万円。2015年8月26日現在の成績を調べました。本塁打32本1位、打点 81.2位、打率3割3分3厘の2位、出塁率4割1分4厘の1位、盗塁26個1位、安打数152本2位、トリプルスリーの打率3割30本塁打30盗塁の達成は確実だと思われます。トリプルスリーの達成者は秋山浩二、野村健次郎、金本智則、松井一夫とパワーとスピードを兼ね備えたスーパープレイヤーなのです。プロ野球の長い歴史の中で8人しかいません。山田のこれらの達成可能な現在の成績が本当に素晴らしいとわかります。